はい、皆さんこんにちは。ペンギンデニムと言います。ペンギンデニムではジーパンやデニムジャケット、革靴などの経年変化、それから個人的に気に入っているファッションアイテムについても紹介しています。ご興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、今日は14回目になります。今日紹介するのはディッキーズの TC ストレッチツイルチョッパーズパンツです。以前紹介しました TCB ジーンズのサーティーズジャケット、あのジャケットに合うパンツを探していまして、でセットアップで考えると TCB ジーンズの同じ生地でできたジーパンがあるんですけれども、初心者の私にはちょっとまだデニムオンデニムは、ちょっと勇気がいるところなので、ワークパンツをですね探していました。で持っていない黒のですねワークパンツを探してました。で私のサーティーズジャケットはややゆったりめのサイズなので、下に履くワークパンツはちょっとテーパードのかかったですね、すっきりとした、そういったシルエットのワークパンツがあったらいいなということで探してたんですけれども、見つけました。ディッキーズのチョッパーズパンツです。で僕知らなかったんですけれども、チョッパーズっていうのは足首のところの裾がぴったりとしたタイトなズボンのことを言うそうで、乗馬に使うパンツが由来になっているので、ブーツをね上から履くこともできるというような、そんなシルエットになっているそうです。で素材はポリエステルが 64%、 コットン 34%、 ポリウレタンが 2% ということで、伸びすぎない程度のストレッチの効いた履きやすいパンツだと思います。でシルエットは後から紹介しますが、この生地の質感がすごく良くて、光沢があって上質な素材ですので、カジュアルコーデはもちろんですが、ジャケットスタイルのドレスダウンにも活躍してくれそうです。でウエストの裏地のところにですね、ロゴがプリントされているっていうような感じで、見えにくいところにもこだわった、少しこう楽しみがあるようなそんなデザインになっています。で何よりもですね、このパンツの特徴的な部分だと思いますけれども、このシルエットですね、腰回りから膝の部分ぐらいまでは膨らみを持たせていて、ゆったりとしていて、で膝下から裾にかけては細くスリムになる、独特のシルエットになっています。それからバックポケットのところにブランドタグがついています。で取り扱いについてというところで、2から 3% 程度縮みますので、長めに裾上げしてくださいというようなことが書いています。あと色落ちするので単独で洗ってくださいって書いてます。はい、ということでディッキーズのジョッパーズパンツを紹介してきました。あまりこのようなシルエットのパンツを履いたことがないので、楽しみな反面ちょっと不安もありますけれども、着用してみたいと思います。上に着ているデニムジャケットは TCB ジーンズのサーティーズジャケットです。それではご覧ください。
はい、いかがでしたでしょうか。私はこの特徴的なシルエットが思ったよりもいい感じで驚きました。特に膝から下の部分がテーパードがかかっていて非常にタイトになっているんですけれども、腰周りの部分が、ゆったりとしているので履きやすいんですよね。しかも履いた後も少しストレッチが効いているので膝を曲げたり足を上げたりするのがしやすくて、大変満足しています。これからの季節はですね、気温も下がってきてデニムジャケットを着用する場面が増えてくると思うので、それと合わせて今回のディッキーズのジョッパーズパンツも楽しんでいきたいと思います。ということで今回はシルエットが特徴的なディッキーズのジョッパーズパンツを紹介しました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。